鎌倉殿の13人で、佐藤浩市さん演じる上総広常、公開処刑までのいくつもの伏線、中殺、本当の理由は何だったのか、坂東武者、上総広常が、源頼朝によって粛清された、ドラマでは、頼朝の鎌倉追放を画策した、御家人たちを監視するため、反頼朝派に潜入しただけなのに、謀反の失態後に、中心人物の濡れ衣を着せられ、頼朝の命を受けた、梶原景時に殺されてしまう、原作、と位置づける、吾妻鏡、には、広常、粛清事件が起きた寿永2年、1183年、の記述がない、すごろくの最中に、公開処刑、頼朝と面識があり、頼朝派の公家と親密だった天台宗の高僧、寿延、1155年から1225年、が記した、武官章、は、この事件を次のように紹介している、頼朝から、命を受けた、梶原景時が、開八郎、広常、を殺した、中落。その時、景時は、広常と、すごろくをしていたが、刑事がすごろくの盤の上を、さりげなく、越えたと思う間もなく、広常の首はかき切られ、頼朝の前に差し出された、この事件の記述がない、吾妻鏡、だが、寿永3年、1184年、元日の上には、去年の冬の広常のことで、が汚れたため、頼朝が鶴岡八幡宮の初詣を見送った、というくだりがある。広常が中殺されたのは寿永2年の暮れで、場所は御所、頼朝邸、の大広間だろう。国学院大学、非常勤講師の、細川茂雄さんによると、御所、の大広間は、侍の間、と呼ばれ、御家人たちの、たまり場だった、頼朝の武士団、ドラマで、描かれた中殺のシーンは、広常が、ほぼ即死だったこと以外は、ほぼ、武官章、の記述通りに描かれている、頼朝の屋敷を、血で怪我しての、公開処刑、は、頼朝の了承なしではできないはずだ、頼朝が中殺の日時や、場所も指示していた可能性もある、御家人たちに、自分に逆らうとこうなる、ことを、示す必要があったのだろうが、頼朝追放計画は、ドラマ上の創作だから、中殺された理由にはできない。本当の理由は何だったのか、広常は、出る杭、だったのか、ドラマでは、広常が御家人の中で、頭一つ出た軍事力を持ち、しかも頼朝と、肩を並べる、存在であるかのような、言動を重ねたため、将来の脅威、となることを恐れた頼朝に殺された、という筋書きだった。頼朝は自らを、頂点とする、足固め、のため、出る、くいくい、だった、広常を撃ったというわけだ。確かに、広常は上総一国を支配下に置き、2万の兵を要する坂東の最大、最強勢力だった。その強大な力を示す伝説も残っている。美女に化けて、朝廷内に忍び込み、正体がバレて、那須の、栃木県、に逃げ込んだ、つづら尾の、狐を、朝廷から討伐を命じられた、広常が退治したという、無論後世のフィクションだが、広常に軍事力や統率力がなければ、討伐軍の大将に、名前は上がらないだろう、頼朝に服せず、不遜で居丈、公に振る舞った、ことを示す逸話も残る、吾妻鏡、によると、血受けたまま5年、1181年、相模、神奈川県、の、三浦に納涼に来ていた頼朝一行が、やはり領民に来ていた広常一行と、鉢合わせしたが、広常は、当家では、祖父の代から下馬で礼をする習慣はない、と、馬上からの、挨拶で済ませたという、こちらも、史実かどうかは不明だが、いずれも、何度も危ない橋を渡って切った頼朝が、広常はいつか歯向かう、と、警戒するには十分な逸話ではある。しかし、広常が中殺された時期は、平家だけでなく、頼朝に先んじて、上洛した源、木曽、義仲、1154年から84年、との、
戦いの直前だった。広常の強大な軍事力は必要だった。し、広常の粛清が他の御家人の動揺を招くことも当然予想できただろう。現に24日に放送された第16回伝説の幕開けでは、広常中殺の後遺症で鎌倉軍の陣中に不協和音が広がった様子が描かれた。この時期に出る杭を打つのは愚策でしかない。多くの学者は広常中殺の誠の理由は、頼朝と広常の関東軍事政権をめぐる路線対立にあると考えている。朝廷への忠誠をめぐる対立だった。広常中殺について記した武官章の下りの直前には、頼朝が孔白河法皇を1127年から92年に広常中殺について説明した下りがある。法皇と初対面した頼朝は、朝廷に双心がないことを示す一例として広常を殺したことを挙げている。広常は私にとっては功績のあるものでございましたが、ややもすると一体頼朝は何の理由で朝廷や皇室のことばかりみっともないくらいに気にするのだ。ただ我々が関東でやりたいようにやっていこうというのを一体誰が引っ張ったり動かしたりできるというのか、などと申すような謀反の心を持つものでございましたので、こんな者を老従えとしていれば、頼朝まで神仏の加護を失うことになると思い、広常を殺したのでございます。この説明が行われたのは、広常中殺の約7年も後の盾久元年、1190年とされている。自演の脚色も混ざっているだろう。だが、頼朝は、広常が朝廷の支配から離れ、関東独立国家を主張したため殺したと明言している。7年前の経緯と照らし合わせてみると、これは事実と見られる。